赤い長方形星雲は一角十座の原子惑星状星雲である。赤い色と四角い形からその名がついた。1973年にアメリカ空軍ケンブリッジ研究所によって行われたハイスターと呼ばれる赤外線装填観測で発見された。この星雲の中央にある連星は1915年にロバート・グラント・エイト県によって発見された。 可視光及び近赤外線による高解像度画像では X 字型をした非常に対称性の良い双極星雲であり、この X 字型は青州物質がドーナツ状に散逸していることを示している。中心の連星形は星雲によって隠されており、直接見ることはできない。2004年に開催された第203回アメリカ天文学会でトレド大学の A ウィットラは、 これら方皇族炭化水素であるアントラセントピレンの存在を示すスペクトルが赤い長方形成雲の紫外線観測で得られたと報告した。これら多官方皇族炭化水素は生命の材料となった可能性のある有機物として注目されているものである。過去の研究ではこのような炭化水素分子は紫外線ですぐに破壊されてしまうと考えられていたが、 炭化水素分子は壊されずに長時間存在できる可能性がこの研究によって示された。ハッブル宇宙望遠鏡 ACS で撮影された画像。赤に相当する波長の連続高は赤色、Hα 基線が青色で着色されている。この成分の特徴とも言える対称性は中心の連星からの玉対象のガス放出がその周りを覆う厚い生肝人の ドーナツ状構造によって両極方向に絞られて作られたものと考えられている。我々はこのドーナツ状構造を横から見ており、両極方向に噴き出すガスの境界線が X 字型に見えている。はしごのような筋はガスの放出が何度も繰り返されたことを示している。中心にある星が数千年のうちに高温の白色矮星になると周囲のガスを電離させ星雲は 惑星上星雲となる。ハップル宇宙望遠鏡は、それまでの地上望遠鏡では見ることのできなかった、詳細な赤い長方形成分の画像を撮影することができた。その細かい構造の成因についてはまだ解明されていないことも多くあるが、オランダライデン大学のヴィンセント加等の理論天文学者が研究を行っている。1981年、ヴィンセントからは、 全近距星成分子星が玉対象にガスを放出し、そのガスが星を取り囲む星間人トーラスと衝突して衝撃波が発生し、それが赤い長方形成分で見られるような霧型の成分を形作ったと発表した。この研究には様々な過程が含まれているが、ガスと星間人の密度のみが直接観測から得られている。ありがとうございます。